ン語リーによるクリスパー、キャスキュのイメージ図。ゲノム編集は V 特異的ヌクレアーゼを利用して思い通りに標的遺伝子を改変する技術である。V 特異的ヌクレアーゼとしては2005年以降に開発、発見された ZFN、トラン、クリスパー、キャスキュを中心としている。従来の遺伝子工学、遺伝子治療と比較して非常に応用範囲が広い。 ゲノム編集のための V 特異的ヌクレアーゼとして ZFN、トラン、クリスパー、キャス Q が挙げられる。これらの V 特異的ヌクレアーゼに共通する特徴は特定の配列を狙って DNA の切断を行い、これにより意図的な DNA への改変を可能とすることにある。DNA 切断の後は細胞の本来の機能により DNA 修復も起こる。 この際、特定の配列を断片として与えると、切断部に挿入するノックインが可能となる。ノックインをさせずに修復を行ったとしても、配列が変わらない限り、DNA 切断が何度でも繰り返されるため、変異が発生する。これを利用して、特定の遺伝子の機能を止めるノックアウトにも活用される。V 特異的ヌクレアーゼの中で、特に高効率とされるのは、クリスパー。 キャス級であり、2015年時点で、ゲノム編集に関する研究の主流である。しかし一方、高効率であることの代償として、クリスパー、キャス級では、標的部位ではない場所をも改変してしまう、オフターゲットと呼ばれる現象が発生しやすい。このオフターゲットが生じると、癌等の疾患を発症する恐れがあるため、オフターゲットを改善する研究も進む。ゲノム編集は、 メジャーメソッツ氏において2011年のメソッツ・オブ・ザ・イヤーに輝いた。2015年にはクリスパー・キャス級の研究がノーベル賞候補と言われていた。遺伝子工学は1972年にポール・バーグラが細菌に感染するウイルスの DNA を猿に感染するウイルスの DNA に挿入することに成功したことに始まる。 翌1973年には、ハーバート・ボイヤーとスタンリー・ノーマン公園がこの技術を生物種にも適用する。1970年代後半には、遺伝子工学によるインスリンの量産がなされる。しかし、これら従来の遺伝子工学には、大きな課題が2つあった。特定の遺伝子を操作する、正確性の欠如と、遺伝子の配列や生物種によらない適用という、 応用性の欠如である。1990年代になり DNA を特定の位置で切断できるタンパク質である制限酵素が発展するに伴い正確性の問題は解決された。応用性の欠如の方も2005年以降の各種のゲノム編集技術の登場により解決される。2012年8月、クリスパーが幻覚生物へのゲノム編集にも活用しうることを エマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・ダウトナラが見出す。彼らは連鎖球菌の RNA をクリップアのガイド RNA として活用することにも成功する。これによりクリスパー・キャスキューによる高効率のゲノム編集が可能となる。新核生物のゲノム編集へのクリスパー・キャスキューの応用はフェンチャンが可能にして技術特許を取得した。2014年中国において クリスパー、キャスキューによる世界初の遺伝子改変サルが誕生する。翌2015年、同じく中国でクリスパー、キャスキューを用いた世界初の人受精卵の遺伝子操作が行われ、国際的に物議を醸す。この実験を指導した順人ファンダが使ったのは、不妊治療目的の体外受精において、二つの精子が受精した異常な受精卵で、 もともと廃棄されるものであった。ファンらの報告では、狙った遺伝子を思い通りに書き換えられたのは86個中4個のみであり、オフターゲットが起きた受精卵もあった。そのため、技術的な改善の必要性も記している。ファンは、ネイチャー氏により2015年の10人に選ばれる。この研究を契機に、人受精卵に対するゲノム編集の倫理が新たな課題となる。 2016年、中国政府は第13次後可年計画で、ゲノム編集を国家戦略と位置づけ、同年2例目の人受精卵のゲノム編集も中国で行われる。また10月には、世界初のゲノム編集の臨床試験、翌2017年3月には、世界初の正常な人受精卵へのゲノム編集も中国で行われる。2018年時点で、 中国では86人の遺伝子がクリスパー、キャスキューによって改変される。同年11月26日には南方鍵大学の学研究副教授がゲノム編集した双子の女児、ルルとダダの誕生を発表する。ゲノム編集は後天性免疫不全症候群に耐性を持たせるためだと主張ペプシされたが、口述するように世界的な波紋を読んだ。 幻覚生物において発見された獲得免疫機構をクリスパー、キャスシステムという。このシステムのうち、キャス Q と呼ばれるヌクレアーゼと標的となる DNA 配列へ導くガイド r n a 等を複合化し、これを DNA の改変に応用した技術をクリスパー、キャス Q という。ZN 界、トランがおのの一つのタンパク質であるのに対してクリスパー、 キャス級ではガイド RNA とキャス級という二つの別々の分子で構成されるのが特徴的である。DNA の標的部位と相補的な配列をガイド RNA に用意するのでガイド RNA は標的部位に特異的に結合できる。そうするとガイド RNA と DNA を覆うようにキャス級タンパク質が結合して DNA を切断する。キャス級自体は 使い回しができて、狙いに応じて、ガイド RNA だけを作成すれば済む。クリスパー、キャスキューは、他のヌクレアーゼの中で、V 特異性の低さと、それによる、オフターゲットが課題である。オフターゲットの高は、DNA 修復の機構が非騒動末端結合か、騒動組み換え修復であるかによっても異なる。HDR の方眼地よりも、オフターゲットとして安全だが、 手間がかかる上、互いに使用条件が限られる。それを克服するために、ニッカーゼ改変型キャスを用いて、標的ごとに2種類のガイド r n a を与えるという手法が開発された。また、n んちと HDR の競合改善の手段として、n んちの抑制剤となる SCR7 が、HDR の促進剤として、L755507 があり、 逆のンチの促進剤としては味どちみじんが挙げられる。ゲノム編集の対象とする核内の DNA にアクセスするために、キャスキューとガイド RNA を細胞内、さらに核内へと導入しなければならない。そのための導入媒体、つまり、ベクターとして、プラスミドやウイルスが使用される。プラスミドやベクターを介さず直接的にタンパク質の形で導入する方法としては、 エレクトロポレーション法がある。2015年現在の技術水準では、どの導入手段が効率が高いかは一概には言えないことが多く、実験的に確認することが多い。また、プラスミドについては、非営利のリポジトリが存在する。ガイド RNA の設計ツール、また、ライブラリーと呼ばれる製品が各社から販売されている。国内では、 ライフサイエンス統合データベースセンターがクリスプドレクトというガイド RNVA の設計ツールを提供している。まさしく配列が導入され、余分な挿入や欠出がないことを確認するためのプロトコルが提案され、また検証用の製品が販売されている。トランの原理の説明図。トランを用いたゲノム編集の代表的なワークフロー。トランは日本語で、 転写活性化因子様エフェクターヌクレアーゼとも呼ばれる。制限酵素である放棄を DNA、切断ドメインとして、植物病原細菌、キサントモナス属から分泌されるテールタンパク質の DNA 結合ドメインを融合させた人工酵素である。テールタンパク質からなる DNA 結合ドメインは34個程度のアミノ酸の繰り返し構造をとっている。 この繰り返しの単位をモジュールと呼ぶ。その中で、アミノ酸、第12位と13位が可変となっており、標的配列と結合する部分で、反復可変に残機と呼ばれる。トランは、原理の説明図の中に示したように、L トランと R トランのペアとして、標的 DNA の反対差にそれぞれ結合する、必要がある。つまり、放棄が切断活性を示すためには、 トランが適切な距離を維持して二両体を形成する必要がある。トランにおけるミスマッチ関与やオフターゲット活性はほとんど報告されておらず高い得意性が特徴である。ゴールデンゲート法では10モジュールのアセンブリを用いてトランプラスミドを構築する。これに改良を加えて高速かつ簡便に高活性なトランを作成する手法が開発されプラチナムトランと名付けられた。 主な改良点は、作成したプラスミドの活性評価が、哺乳動物の培養細胞で行えること、モジュールのアセンブリにおける失敗を減じるため6、または4モジュールのアセンブリを用いること、切断活性を向上させたこと、活性が向上したにもかかわらず、細胞毒性を出さない工夫がなされたことである。広島大学では、トランやクリスパー、 キャス Q により外来遺伝子を挿入する手法として、相動組換えを用いる際に、相動組換え活性の低い細胞種や生物種では、挿入効率が低いという問題点があったところを、相動組換えに依存しない遺伝子挿入法を用いる手法を開発し、ピッチシステムと名付け、プロトコルとして発表した。なお、トランは、セレクティスグループによる登録商標とのこと。 ZFN を用いた HR 及びインジによる改変。ZFN はジンクフィンガードメインと DNA 切断ドメインからなる人工制限構想である。ジンクフィンガードメインは任意の DNA 塩基配列を認識するように改変可能で、これによってジンクフィンガーヌクレアーゼが複雑なゲノム中の単一の配列を標的とすることが可能となる。以下の応用例には、 研究途上のものを含む。人の受精卵等の生殖細胞に応用されかねないデザイナーベビーへと繋がるのではないかとの倫理的な懸念が持たれていたが着床させる操作が国際的な学会の合意により自主規制されることになった。ただし、定期的に規制を見直すべきとも述べられている。2015年12月に米国ワシントン DC で開かれた第1回。 人ゲノム編集に関する国際会議では同年4月に中国で行われた人肺の遺伝子操作を念頭に現時点で受精卵にゲノム編集をして子供を誕生させることは無責任だとして行うべきではないという考えを表明していた。しかし2018年11月に香港で開催の第2回会議で 中国の研究者が世界で初めてゲノムを編集した赤ちゃんを作り出したと主張して世界に衝撃を与え、さらにこの研究者は人免疫不全ウイルスへの耐性を与えることを目的としたこの遺伝子操作が脳機能と認知能力の強化をもたらしたとする動物実験に言及していたことから人間強化の一種である知能増幅を行った可能性も懸念され、 日本医師会や日本医学会など日本や各国の学会もこの行為を非難する事態になった。同日、中国科学技術省は遺伝子編集実験への関与者に活動の中止命令を出し、その後の中国当局の調査で臨床実験と赤ちゃんの実在が確認されて、赤ちゃんは関東省政府の医学的監視下に置かれることとなった。また、 アメリカの著名な科学者や中国政府にはこの実験に資金面や研究面で協力したとする疑惑も持ち上がった。これを受け同年12月に世界保健機関はゲノム編集の国際基準作成を目指してゲノム編集の問題点を検証する専門委員会を設置することを発表した。2018年11月時点における各国の人の 受精卵に対するゲノム編集への規制状況は以下の通りである。日本国内では厚生労働省によるガイドラインで生殖細胞と受精卵の遺伝子改変を着症の是非に関わらず全面的に禁止している。しかし、さらにもう一歩踏み込んで法的規制が必要との声もある。2018年11月28日。 生殖補助医療に役立つ基礎研究に限って容認する指針案が了承され、早ければ2019年4月にも解禁される。また、内閣府が実施する戦略的イノベーション創造プログラムの一環で、ゲノム編集とそれに関連する情報が公開されている実際に患者に対する臨床試験を行うにあたって、患者にオフターゲットによる癌などのリスクを適切に 説明して、インフォームドコンセントを確立することができるかどうか、また、オフターゲットのリスクと患者の利益の関係の上で、適切な治療として成立し得るのかどうかが課題とされている。さらには、極めて高価な治療となることが予測されることも課題である。また、遺伝子組み換え作物としての取り扱いについても問題を生じている。 従来の GMO と異なって、ゲノム編集作物の場合は一塩期単位に近い改変が可能である。そのことにより改変されているにもかかわらず、改変の痕跡が残りにくい作物が生じる。このため、新しい規制モデルが提唱されている。改変の規模が大きいほど、規制の程度を厳しくする案が各国で検討されている。 大学などの研究機関や企業に所属しない個人やグループがゲノム編集を含む手法により自宅などにおいて実験や自らの肉体を対象とした遺伝子治療、ペットの遺伝子改変などを行う DIY バイオ、バイオハッキングが米国などで広がっている。ゲノム編集の技術がインターネットを通じて広まり必要な薬品や機材もネット通販で入手しやすくなっていることが 背景にあり、規制が後追いになっている。バイオテロリズムへの応用を危ぶむ声もある。ありがとうございます。